あ、いる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 、あそこ左の前の大きな木、あそこにオジロワシ、ほら動いた。あ、本当だ。おお。尾が白いんですね。うん。あ、ほらほら、あれがオジロワシだ。今年やっとこの木に止まってくれました。へえ。そうね、この木に、いつもこの木に止まったんだけど、今年は一回も止まらなかった。夏なんですね、多分ね。こういうとこからちょっとね、獲物を狙って。今日はちょっと雨が降って、見づらくなってくると、どんどん下に下がってきます。さっきのワシなんか地べたにいたんですね、うん、あれはもう見えないから下にいたんですね、うん、なるほど。で、滑覆いい鳥なので、あまりこう飛んだりしないですけど。ああ、なるほど。ここは特に警戒心が薄いんですけど、どっちかというと自分の羽が重たいんで、体力温存するためにはずっと入ってさっき飛んでったのと違いですね、このアジロワシ。あー、さっきのがメス。へえ。オスメスの見分け方ってすぐ分かるんですか？大きさですね。ああ、なるほどね。まあ、こんなから大きく見えただけかもしれないですけど僕が見てねもしかしたら違うかもしれないけど、まあ、おそらくでかい方が、まあ、メスなんです。で、こっからは小峠展望台が山の方てっぺん見るとあります。わかりますか？展望台あれ、はい、お白くね、なんか見えますね。ああ、見える見える見える。そこが小峠展望台。ああ、なんかは普通はね、渡り鳥なんです、うん、まあ、ロシア方面に行くのがほとんどなんですけど、うん、ここにいるのは、うん、釧路川があるので、うん、魚たくさんいるんでね、うん、もうここの方が餌取れるってことでずっと住んでます。おー、渡らなくて。そう、渡らないです。うーん、越冬もこっちでしますし。へえ。冬場になるともう少し上流の方に行くんですけど、けど全然魚取れるんでね、こっちに。で、多い時は海に行ってることの方が多いんですよ。それはあの釣り人が海にいるので、釣り人があのいらない魚に、そういうのを取った方が効率いいんですね。よく考えてるな。あ、鹿だ。
うん。